できれば僕に付き添って手取り足取りを教えていただいた上でジェイソンが来たら全部引き受けてほしい。死ぬんだよな。陽気な外国人いるからな。そう、なんか最初で殺されるところですげえ叫びまくってる人いるよね。めっちゃ楽しそう。うわ、始まった。この赤いセーターを首に巻いてるチャドという男が毎回驚くのがたまらなくいい。殺されるの毎回こいつじゃない。そうそうそう、殺されるやつも毎回こいつだし、チャドの驚き顔好き。はい、ということで、今回はなんか日本で4番目ぐらいにうまいらしい。それ嘘だから。牛沢さんをお招きしてですね、ちょっとこのゲームを教えてもらおうという。まあ教えるほどの、てか俺このマップ、俺もなんか3回目ぐらいなんだけど、このマッププレイするの。あ、近くにジェイソンいるんですけども、すぐ来てください。すぐ来てもらっていいですか。怖いんで。今どこにいる。家の中です。だろうな。あ、そっか、でも最初からマップ持ってたりとかしてないのか。そう、なんか子供の頃住みたいなと思ってた感じの家です。家の中です。それは知らんけど、あ、左下のあそこかもしんないな。 どうしたらいいの。なんか車が近くにすげえあるよ。車のすぐ右上の家。車の近く。あ、車の近く。あ、俺そこそこ近いかもしんない。よし、本当に。あ、地図あった。待ってな、迎えに行く。やったー、かっこいい。もうかえ、なんかすごい地図と鍵手に入れたよ。車の鍵じゃないのこれ。はいはい。てかここ新マップで俺も全然把握してねえんだよ。え、嘘、役立たずってことですか。そうだっす。あ、じゃあ そうだっすよ。そうそう、困ったでげすな。合わせなくていい。俺今橋渡っていってる。橋。いや、今ミニマップにも映ってるっしょ。光ってんな。え、これなんだ、これなんだ。俺に任せろ。なんかわかんないけど、なんか、え、なんだこれ、ナイフみたいに取った。あ、ナイフめちゃくちゃ強いよ。めちゃくちゃ強いの。一回ジェイソンに捕まれた時にナイフで撃退してくれんのよ。おう、君、なんつーシャツ着てんだ。エッチでしょ。なんか来たぞ。完全に来たな。どうしたらいい。嘘だろ、早くない。あー、来てる。どうしたらいい。どうしたらいい。どうしたらいい。俺が取り締まってやるぜ。どうしたらいい。ちょ、ほら、ちょ、どうしたらいい、どうしたらいい。どうすんのこれ。今ぶん殴ったけど、君全然見てなかったね、俺。ちょっとだけ見た、ちょっとだけ見たけど、ジェイソンより君の方が怖いからね。なんでだよ。怖いよ。でしょ。かなりセクシーでしょ。いや、どうしたらいいの、どうしたらいいの。この場合は、どうしよっかな、ジェイソンの隙を見て、あ、もう扉壊してんじゃん、あいつ。え、いや、こっちの扉からもう今出ちゃおう。今ね、ジェイソン、車の方に向かってる。え、なんでそんなの。近くに車あんじゃん。いや、ミニマップにたまに赤く表示されんのよ、ジェイソンの居場所が。ひし形のやつ赤い、今一瞬来た。そう、窓に入れ。あー、窓に入れ、トワコ。おー、そうか、俺持ってんだ。そうか、ナイフ持ってるんだった。ナイフ持ってる。すごいゆっくり入る、この人。すごいゆっくり入ったよ。いや、でもこの家結構でかいから、建物はでかいほど巻きやすいからね。あ、そうなの。巻くとか一旦閉じまりしよう。建物入ったらとりあえず戸締まりするのが基本だから。おお、この缶抜きかけとくだけですぐには入ってこれなくなるのよ、ジェイソン。なるほど。めっちゃ叩いてる、めっちゃ叩いてる。で、今のうちに窓から出ちゃうっていうのも手だな。扉壊そうとしてっから、5、6発扉殴らないと壊せなくてさ。そうなんや。缶抜きかけてると、ピチギ。そう、殴ってる間に逃げたいけど、でもちょっとここどうしよう。いや、わかんない。さっきまで俺らがいたんだもんな。これ、さ、走ったら地図になんか波紋みたいなの出るけど、これはジェイソンから出てる。ジェイさんはわかりますね、それ。いる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 んですけど、あ、トワコから手を離せ。よっしゃ、橋渡っちゃおうぜ。あの人とんでもない格好してるけど、いいやつだ。とんでもない格好してんのに。ちょっと南の方行こう、マップのこっち。はいはいはい、行きます行きます。あの家行ってみよう。なんか視界が極端に悪い。そうな、あ、そうそう、なんかジェイソン近くにいたりすると、襲われたりするとビビって視界が悪くなってくるよ、どんどん。あ、ビビってんのかこれ。そう、恐怖症。ああ、知らない人がいる。そう、怖い。あ、どうもどうも。あ、もうすぐ去ってった。俺の服装に問題があったかもしれない。いや、だと思うよ。
もう本当に一緒に行動するの嫌だもん。そうだろ、こんなにセクシーなのに。なんもないな、この家。あ、でもとりあえず撒いたんじゃない、さっき襲われたけど。あ、これライトはつけっぱなしでええの？ね、明るい場所の方がカウンセラーって恐怖を感じづらいみたいでさ。このライトも効果あるってこと？多分ね。へえ。でもジェイソン近くにいて潜みたい時とかはもちろんこんなんあったらすぐバレちゃうからさ。はあ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 、なるほど。消した方がいい場合もあるけど。なるほど。うわ、遠くにいても見えんな、あいつ。どうしよっかな。だからこうやっていろんな家を転々としてさ、車を修理するパーツとかを見つけるしかないんだけど、うん、車で脱出するのが手堅いの？いや、車はね結構難易度が高い。今マップの近くにボートがあるけど、ボートが一番簡単かも。あ、そうなんや、うん、警察じゃないんや。警察は全員にチャンスが生まれるけど、ボートはね2人しか脱出できないけど、あ、ここもう人入ってんな、なんもないな。ボートは2人しか脱出できないけど結構成功しやすい方法だね。あ、止めてこないってこと？逃げてるときに。っていうかね、車って3つパーツがいるんだけどさ、ガソリンとバッテリーと、うん、何この人誰？え？誰？はあ、エロい女がいる。本当だ、すごい。ケツがエロい。ケツエロいんだよ。私一番エロくない。やだ、ジャージだからね。意味もなくついていこう。まあでもあんまり一緒に行動しても意味はないのかな。あ、そうな、なんか人と一緒にいると恐怖感じづらいみたいな。はいはい、あ、それもあるね。ちょっとこういう電気修理しよう。え、できんの？できる、できる。多分失敗するけど。え、すごい。あ、ほら、失敗、ほら失敗してる。かっこ悪い。いや、じゃあジェイソン、発電機みたいなのぶっ壊してさ、うん、なんか近くの建物の電気消せるんだけどさ。あ、なんかたまに電気消えるやつは、それ？そうそうそう、あれジェイソンがやってんのよ。あ、そうなの、そうなんや。電気消えると恐怖感じやすくなるからさ。そんなもん怖いわ。でしょ？誰かて怖いよ、そんな。急に電気消えるんだもの。だ、恐怖値がたまるとさ、なんかそう、視界が悪くなったりつまずきやすくなったりするの。へえ。だからジェイソンは、お、いい銃がありますよ。銃？あ、これ銃なんですか？なんか、あ、じゃあいいよいいよ。照明弾みたいな。うん。そう、ガチの銃じゃない。俺バットバットバット。ほらほら。そう。かっこいい。ほらほら。痛い。痛いよ。血出てるじゃん。人殴れたんですか？すいません。ねえ、血出てるよ。いや、すいません。いや、ちょっと待ってください。すいません。ほんとすいません。結構激しく出てるよ。ピンピンしてるけど。ほんと、ほんとごめんなさい。いや、なんか昔はこれフレンドリーファイヤー本当にあったんだけどさ、でも今は血が出るだけで実際はダメージ入ってないから。あ、そうなんだ。今何、今何、今なんかすごい乱れたけど画面が。え、嘘、バグなんかあったかな。バリバリバリってなった、ノイズみたいな。え、それジェイソン近くにいんじゃないのかな。なんかたまに入るノイズ、ジェイソンが近くで能力使った時に出るんだけど。いやよね。え、そっち出なかったよ。俺出なかった。で、言うほど遠くないのかも。俺の位置だと感じなかったってことは。あ、ギリギリそこ、窓境目になってたところかな。かな。ちょっとこの家入ってみる。高価な家。あれ、開いてる？ここ俺も入ったことない。あ、ビリヤード台あんじゃん。なんかちっちゃくないビリヤード台。出ちゃった。何遊んでんだ、お前。違う。ここはロックかけられないの？あ、かけれる。あ、普通に鍵をかけられる。あ、鍵かけるのは大事だね。ほんとだ、ちっちゃ。ただこのドアの場合、缶抜き製じゃ、缶抜き式じゃないから、あんま閉めても意味ないかもしんない、もしかしたら。ああ。どうせ一発で壊してくんのよ。ほんとだ、縮尺おかしい。おかしいよな、そのビリヤード台。人差し指の第二関節グラブぐらいしかないよ、これ。ちっちゃ。うわ、金持ちの家だ。完全に。初めて来たぜ。探索しよう。あ、また、ね、なんか BGM 怖いけど。え、嘘。え、来てんのかな、チェイソン。あ、でもなんか感じないぞ。でんって言ってる。あ、それ大丈夫なやつ。ただの BGM これ。そう、ただの BGM もちょっと怖いから。もう全部怖い。必要以上についていこう。いやー、でもこの人血だらけだな。
私がやったんだよな、これ。俺のせいじゃないから、それ俺のせいじゃないから。あれ、でもなんかまだ名前あるぞ。知らん人。なんかね、さっきの人だな、多分。さっき出会ったあの、はいはい、エロい兄ちゃん。多分そう、うん。エロい女だ。エロ女だ。この家2階とかはないのか。陽気な BGM が流れてる。陽気な、あっ完全に来たな。完全に来てるけど、どこから来るのか全然わかんねえ。この建物の構造全然わかってねえ、俺。これ逃げた方がいいかな、さっさと。じゃない？あのドスケベ女に押し付けて。あ、なんかみかんみたいなになってる。本当だ。何この果物。すげえ金持ちの家じゃん。何ここ。え、あー、いるんですけど、背後に。いるんですけど、痛いよ。あー、どうぞ。みんなありがとう、みんなありがとう。ドスケベな女が助けてくれた、すげえ。みんなありがとう。ちょっとこの家入れねえかな、窓閉まりすぎでしょ。入れる。一旦入ろう。はい、入ります。入ります。です。とりあえずすぐにジェイソンが来れない建物に入るってのが。なんで窓開けてんの？窓閉めた方がよくない？いや、窓はね、開いてていいんだよ。むしろ出れるから、窓から。開いてていいんだ。なんか爆竹が入ってました。あ、それいいアイテムだよ。いいの？うん。ああ、切ってる。ドスケベ女が。どっから来るかな。うわ、怖い。わかんねえな。今、気配消してると思う、ジェイソン。ああ、ま、窓割ってます。すげえ、窓。頭に当てた。この人、うまいな。マジ？うん、本当だ、頭めっちゃ光ってる。そう、窓越しに頭に当てた。ちょっとこの女性と一緒にいようかな。僕血まみれなんですけど、なんでなんですか。いや、さっきあの引き出し開けてる時にあの女性が切ったからですよね。敵なのでは。ちょっと情緒安定してない。本当に一緒にいて大丈夫、この人。肩かもしれない。あ、でも今ドア開けようとしてるけど。本当だ、開けたら俺が撃とう。あ、でも女性が前に出ちゃってるな。あ、すげえ。またダメージ与えた。めちゃくちゃ怒ってる。すげえすげえすげえ。怖え、この人。え、ジェイソンより怖いんだが、この人。強いな、戦闘民族。お、戦闘民族。おい、戦闘民族捕まってんじゃねえぞ。よし、当てた。銃当てたから、ちょっと逃げるか。おっす。どっから逃げよう。それにしても壊れた窓から出るしかないか。ちょっとダメージ受けるけど。あ、受け、うわっ。なに、エロい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 。そんな、ちょっと待って、僕なんで死んだんですか、これ。ね、窓から放り投げられたからです。死ぬわけないじゃないですか。そうです。でも死にました。なんで。なんで？あ、俺爆竹とか車の鍵、あれ不思議な現象だから。車の鍵とか持ってたのに。わあ、もったいないなー。あ、でもなんか女の人が拾ってったっぽいな。鍵かけなくていいんだった。そっかそっか。ああ、あの人無事に逃げたのか。逃げたけど今追われてる。追われてるっぽいな。ああ、助けてあげた方が良かったかな。でも芋づる式にやられるだけな気がする。あ、この建物2階あったのか。これ、え、ボートを直すには何がいるの？ね。そうだそうだ、なんかもう話すこといろいろありすぎてな。プロペラとガソリンなんだよね。ガソリンは車も使うやつ？車にも使う、共通。うーん、ただ鍵がいらないからかなり脱出はやっぱりしやすいボート。あーはーはー、そうかそうか、車はそれに加えてバッテリーもいいのか。そうそうそう。うわ、来てんなー。あ、エビ来てる。逃げろー。来てる。ローラー、めちゃくちゃ叫んでんな。ほら、うわうわうわ、目の前、うわ、あ、全然わかんなかったぞ今の。何それ、何されの。すげえ、あ、抱きしめられてる、抱きしめられてます。疲れてる、抱きしめられてます。おられた。ひどいよ。なるほどな、天板にされたな。他の人生きてんのかな、これ。ダメじゃないですか。あ、全員死んで、俺最後だったんだ。早ない？これ全滅したってこと？これ全滅っす。あ、そういうことか。これめちゃくちゃ早いっす。強直帰されたってことじゃ。直帰だね、帰ってそう。今家帰ってる描写だから。そういうことか。
はあ。あええよ。死ぬまで抱きしめられたって書いてある。嘘偽りないね。その通りだったからね。あ、そうなんや。完璧に。ごめん、何もわからんかった。そうだろうな。